はい、キャプテン浩二でーす。こんにちは。はい、お久しぶりでございます。今日ね、またね、日曜日、2024年の、6月の9日日曜日でございます。今ね、あの NHK のね、のど自慢を見て、そしてすぐにね、いつものね、場所に、来ました、ね。先週はね、向こうのね、田川市立病院駅、ね、で走らせましたけども、今週はいつものね、場所で走らせたいと思います。はい、ちょっとね、曇っておりまして、もうね、梅雨に入ったのかな、九州はね、福岡はね、雨がね、またね、雨の予報になっておりますので、このままね、もうちょっと走らせたいと思いますので、またよろしくお願いします。すぐに走らせないとね、いつ雨が降るかわからないんで、今日もね、練習しようと思います。そしてね、今日はね、僕の、いつものね、TT-01 の方をね、持ってきました。先日ね、胴体保存に入りましたけどもね、TA-04 Pro の方はね、胴体保存に入りましたけれども、電池がないのかな、これ。あ、電池がないのか。単四電池がないのかな、ちょっとわかりませんけれども。あ、電池なしかな。電池が ないみたいですね。ちょっとね、プロポね、つけっぱなしにしてたんで、電池がないとこういう音になるのか。走らせますね。今日はね、見ておいてください。あまり遠く行かないようにしましょうかね。ほたら遠く行ったらね、濃厚になるかもしれないんでね。今のところまだ大丈夫みたいですね。でもね、怖いけどね。はい、そしたら見ておいてください。ちょっとね、音がね、うるさいけどね、電池交換しましょうね。またね、プロポの方ね。あー、ちょっと電池がないな。これでもう終わりだな。操縦がね、変な動きしてますね。電池がないので反応がね、遅いね。まあちょっとね、ギリギリまで走らせましょう。でもね、せっかくね、来たんだね。見えてますでしょうか。今日はね、2台ね、向こうの方にね、車止まってるんで、車にはね、当てないようにね。なんか変な音だな。おお、反応が遅くなってきました。
はい、そしたらね、今日はね、もう申し訳ございませんけれども、これで終わりたいと思います。ね、ちょっとね、プロポの方ね、電池がないみたいでございます。これ単四電池だ、単三だったらいいんだけどもね、単四電池だからね、小さい電池だからね、あんまり長持ちもしないんですよね。ちょっと入れ替えてみますけど、あ、音が止まったな。あ、止まってないか。はい、申し訳ございません。ちょっと短い時間でしたけども、今週はこれで終わります。またね、よろしくお願いします。この辺で失礼いたします。はい、キャプテン浩二です。はい、家にね、帰ってきました。ちょっと風が強いですけどもね、今からラジコンカーまた始めたいと思います。今ね、単四電池、プロポに入れましたので、これでもう音が出ていませんね。大丈夫ですので、少しね、走らせて終わりたいと思います。はい、それでは行きます。はい、行きます。やっぱりね、電池新しいのでね、反応が早いですね。反応よく走りますね。ちょっとね、風が強いので、今日はこの位置から走らせますね。はい、もう電電問題ありませんね。
はい、静かにね、今はね、黙ってね、走らしてますけれどもね、バッテリーの持ちもね、全然いいですね。もうね、すごくね、バッテリー酷使してね、アクセル全開でいつも使ってるんですけれども、全部ね、減らさないでね、20分から25分ぐらいかな、バッテリーね、走らせた後に、ね、追い充電をすればまた元に戻ってるみたいな感じになってますね。なんかリミッターが働くみたいな感じになるんで、電部をきれいに使わなければいけないかなと思ったんですけども、逆にね、バッテリー電池をね、電部をきれいに使い切ってしまって充電した方がバッテリーの持ちがね、悪いということが分かりました。ですので、もう適当にね、電部きれいに使わないで、そろそろやめましょうかね。でまた追い充電すれば満タンにね、充電できてると思います。はい、それでは終わりましょう。いかがでございましょう。そして、苗がね、ちょうど届いてるんで、苗をバックにちょっと写真撮っておきましょうかね。サムネね、せっかく苗が。はい、いかがでございましたでしょうか。本当にね、TT01 はね、もうずっと走らせますのでね、これからね、メインでね、毎週1回は走らせたいと思います。できたらね。ですのでよろしくお願いします。特に変わり映えしないけどね、純正の540モーターですけどもね、こんな感じでいつもね、元気に走ってるよという感じで、皆さんもね、本当にね、 TT01 はね、ぶつけない限り、全然もう消耗部品もね、タイヤとかね、ギアもね、長持ちするしね、タイヤも長持ちするんだよね。はい、それではね、ちょっとカメラ止めてね、ゆっくりね、走らせて終わりたいと思います。電池消耗させますのでね。はい、それではまたよろしくお願いします。それでは失礼します。